東南アジア諸国連合地域フォーラムはアジア太平洋地域の政治と安全保障を対象とする対話のフォーラムとして1993年7月にシンガポールで開催された東南アジア諸国連合拡大外相会議で新設に基本合意し1994年7月にバンコクで第一回会合が開催されたアセアンを中核とする国際機関である 通常、アセアン拡大外相会議と前後して開かれる。加盟国相互の信頼情勢、予防外交、紛争解決の3段階を目指す。常務事務局を持っていないため夏のアセアン外相会議に合わせて閣僚会議が開催されている。2004年にジャカルタで開かれた ARF 閣僚会議では、パキスタンが正式参加を認められ、国防を担当する。 各国政府交換による ARF 安全保障政策会議設置が決まった。1993年、シンガポールでのアセアン拡大外相会議で創設を決定。1994年7月、タイのバンコクでアセアン外相会議に合わせ17カ国と欧州連合の外相等が参加し、第1回会合が開かれた。2006年7月24日の閣僚会議で、 自然災害の緊急対応策などに関する声明案が採択された。第13回 ARF は2006年7月28日にゲームアセアン議長国であるマレーシアで開催され、現在の朝鮮半島情勢が討議された。なお、前回の第12回 ARF をミャンマー問題を理由に欠席したアメリカのライス国務長官も出席した。 2007年7月のタイのバンコクで開かれた閣僚会議には北朝鮮も参加した。日本と北朝鮮、韓国と北朝鮮の外相会談が初めて開かれ、それぞれ共同声明を発表した。第17回閣僚会議が2010年7月下旬ベトナムのハノイで開かれる。自由な意見交換の重視と全会一致に決定が原則である。毎年開催される。 7月23日ハノイで開かれ、24日、議長声明が発表された。声明は、韓国紹介館沈没事件について、北朝鮮を名指ししなかったものの攻撃の結果による沈没と認定し、懸念を表明した。さらに、朝鮮半島の平和と安定の重要性を強調した。アセアン加盟国アセアン地域フォーラム加盟国は、 アセアン10カ国プラス16カ国1機構。アセアン加盟国その他の国、機構。ありがとうございます。